免許取ろうって何回も試みたんですよ。ただですね、勇気が出なくてですね、ちょっとねえ、私なんかこれ話してても大丈夫ですか？こう車じゃなくて小さい頃自転車を乗ってた時にですね、なぜかブレーキをですねかけられるし、ちゃんと効くのになんか電柱が近づいてくるなと思いながら、わーってそのままガーンって電柱にぶつかったことがありまして、 そうなんですよ。もう母と一緒に自転車乗ってたんですけど、母にどうしてブレーキをかけないのと。しかも普通に広い道だったので、ちょっと右に寄ったりとかすればいいのに、なぜかですね、全然その判断と体が追いつかなくてですね、どうしたらいいのかよく分かんなくなっちゃって、そのまま突っ込んじゃったんですよ。そこからも自転車禁止令が出まして、その当時好きだった青色のね、かわいい自転車を買ってくれたんですけども、そうなんですよ。で、自転車だったら一人で電柱にぶつかっててね、なんか怪我しちゃったとかだったらいいんですけど、やっぱり車だとね、そうシャレにならないんで、本当そう笑えないんですよ、笑えないと思って、ちょっとね、免許取ったらあかんタイプやんってことコメントいただいてましたけど、そうなんです、多分あかんということでですね、好きだから車見るのも好きですし、乗るのも好きですし、なんでね、撮りたい撮りたいって思ったんですけども、やっぱやめときましたねそう、小さい時からですね、ワイルドスピードっていう映画わかりますかね。そう、ワイスピです。あれをお父さんがすごい好きで、よく家で流れてたので、もうイメージトレーニングだけはすごいできてるんですよもうウィーンってできる自信はあるんですけど、ちょっと免許がないそう、あ、ゴーカートね、ゴーカートもやったんですよ。友達とゴーカートできるところがあって、そしたら友達にガーンってぶつかってましたブレーキ踏めよって言われて確かにごめん、ブレーキよってなっちゃって、そうなんですよ、もう全部ダメできそうななんかところがなくてですね、ちょっとやめました。そうなんですよ、でも乗りたいなHa ha ha!